ウグイスダニ駅北口ウグイスダニは東京都台東区の地名。東日本旅客鉄道山手線、京浜東北線のウグイスダニ駅を中心とした地域。現在の行政上は、ウグイスダニという地名は存在せず、1829年の五府内尾行でも、ウグイスダニという単語は見られるものの、谷の名前として登場するのみ。駅東側にはラブホテルがあり、 かつて文人が多く住んだことで知られる、ネギの里がある。ネギシ二丁目には、四季庵中村布設の書道博物館がある。西側には、関永寺、上野公園が広がり、近くには、江戸の風物詩、朝顔市の入り岸きしも神がある。江戸時代は、関永寺寮であったため、上野、ネギ根津にわたって、多数の寺院が残っており、高層ビルや高層マンションが少ない。 うぐいす谷駅からは、上野公園、上野桜木なども、徒歩5分ほどである。うぐいす谷駅南口は、エレベーター設置などの改修工事が進んでいる。南口には、東京芸術大学や専門学校の学生、上野公園散策のカップル、墓参りをする人などが多く、東京キネマクラブや、ダンスホールでは、アイドルなどが公演を行ったりしており、 それらのファンでごった返していることも多い。江戸時代に、寛永寺の住職として、代々京都から皇族が駐在していた。その一人である、公弁が、元独年間に、江戸のウグイスは生まっていると言って、当時の文化人、小形健山に、京都からウグイスを運ばせて、この地域にウグイスを放し、ウグイスの名所になったことに由来する。下町の別荘地帯と言われたネギ氏は、 江戸時代から多くの文人が住んでいた。むつむねみつの別邸も根岸にある。根岸し一丁目から三丁目のあたりは、明治期から昭和初期の間、正岡四季ら著名な文学人が多数住んでおり、根岸し島という下や根岸に集まった文学人のサロンもあった。根岸し四丁目は、花町の名残として古い料亭が残る。四季は、うぐにについて、 妻よりも目かけの王子モンスズミの句を読んだ。警視庁の犯罪情報マップによると、山手線の待機と比べても治安は悪くない。上野駅入谷口うぐいす駅入谷駅のエリアは、警察のパトロールと監視カメラの設置が強化されている。うぐいす駅構内でのキャッチセールスなども固く、禁じられている。ありがとうございます。